デザインチャンネルおはようとは、デザインが絡んでいれば、基本、企画は何でもありのデザインうんちゃら番組です。今回は、フォトショップ作業が楽に、そして爆速になる、覚えておきたい小技テクニックを数回に分けてお送りします。プロが使う、というか、おはよう先生が普段から使っている、様々なショートカットから便利機能まで紹介します。フォトショップを勉強中の皆さんは一緒にやりながら、俺は完璧だぜという方は復習に、フォトショップ？何それ美味しいの？という方は塩コショウをお忘れなく、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。小技集はね、今日で最後になります。1、2回やったのでまだ見てない人はぜひ見てください。じゃあ最初に今日紹介するのはこれです。レイヤーをね、こう選択するテクニックです。ショートカットキーです。こうまあみんなこうクリックしてね、こう切り替えてると思うんだけど、ショートカットキー、オプションしながら鍵括弧キーを押すと、こんな風にね、ショートカットで切り替えることができます。まあね、Photoshop ってこうクリック多いから、もうクリックすることに飽きてしまった時は、こういう風にね、切り替えて、こう気分転換するのもいいかなと思います。で、このね、レイヤーの切り替え以外にも、移動することもショートカットキーで可能です。やり方はコマンドで、鍵括弧キーを押してください。で、ここにね、うんちくんを用意しました。このうんちくんをコマンドをしながら、鍵括弧ボタンを押すと、こんな感じで移動します。移動することで、例えばここ、ここに移動するとここになります。ここに移動するとここにいます。こんな感じで宙に浮いたりね、街に、これしっくりくるね。こんな感じでうんちくんをいろんなとこにショートカットキーで移動させることができます。まあ、マウスが調子悪いとか、そういった時にはね、使うといいかなと思います。まあ、一番早いのがね、こうクリックして、こう持ってっちゃうっていうのが一番早いけどね。はい、次に紹介するのが、選択したレイヤー以外を全て非表示にするやり方です。まあ、非表示のやり方は、このレイヤーの目ん玉のところ消せば非表示になるんだけど、もっとね、簡単にやるやり方があります。それは例えば元絵だけを見たい時には、この目ん玉のところにカーソル持ってって、 Mac ならオプション、 Windows なら Alt キー押してクリックします。そうすると他のところがね、非表示になったかと思います。で、これ他のところにももちろん適用していて、例えばこんな感じで、クリックするごとに他のレイヤーが非表示になります。で、今ね、このレイヤー4だけ効果かけてるんだけど、効果のところをやるとどうなるかっていうと、対応した画像とその効果だけが表示されて、他のが非表示になります。トーンカーブだとこんな感じ。これね、意外と便利です。はい、次に紹介するのがクイック書き出しです。まあ、JPEG とかね、 PNG データにするやり方って Photoshop いろいろあると思うんだけど、すごく楽な方法を教えます。というのは、こういうモックアップとか、画像合成したものってレイヤー溜まると思うんだよね。で、その画像合成した一部、モックアップの一部だけを PNG データにしたい、JPEG データにしたいっていう時は、ここを選択して右クリックを押すと、ここにね、この場合 PNG データだけど、PNG としてクイック書き出しにすると簡単にできるようになります。でね、オラは PNG じゃなくて JPEG 派だとかね、ジフ派だっていう人いると思うので、そういう方は環境設定から書き出しを選んでもらうと、ここでね、クイック書き出しの形式が選べるようになっています。なので、 JPEG 派の人は JPEG に入れ替えておく。で、同じ書き出しを毎回するっていう人は、なるべくここでも設定しておいて、ここで書き出しちゃった方が一番早いかなと思います。で、このクイック書き出しの特徴は、これ見てもらった通り、フォルダーごと書き出しができます。もちろん、ね、個別で、こうレイヤーごとできたりもするんだけど、フォルダーごとできるっていうのが特徴です。なので、例えばこれ3つ選んで、レイヤー必ず複製してください。そして、このままフォルダーをまとめて、ここで書き出ししちゃうと。そうすると、この選んだものだけ書き出しされて、他のデータで渡せるっていうことができます。これね、意外と知られてないんだけど、こうデータ早く渡したい時とかね、こう忙しい時期とかになると、こういうやり方を知っておくだけで、だいぶね、作業が早くなるかなと
思います。はい、次に紹介するのはタブの切り替えショートカットです。まあタブって何かというとこの部分、ね、で作業中はもう画像たくさんになってこんな風にタブが重なっちゃうことあると思うんだよね。でいちいちこういう風に選ぶのめちゃくちゃめんどくさいから、そういう時はねコントロールタブを押してください。 Windows もそうかな。コントロールタブを押すと切り替えられると思います。で Mac の人はコマンド使ってねなんか作業することが多いのでついコマンドを押しがちなんだけど、タブの切り替えに関してはコントロールでタブを押してください。でこのねタブを簡単に切り替えられるショートカットキーを覚えると、例えばね一つの画像にこういう風にインスタのトーンを作りましたと、で他の画像にも適用したいっていう時はこの適用したい調整レイヤーを選択してコマンド C コピーします。でコントロールタブショートカットキーであとコマンド V を押していけばこんな風にね適用できるかなと思います。これ随分楽な作業になっていくよね。はい、次に紹介するのはレイヤーを一つにまとめるショートカットキーです。例えばこういうものを複数のレイヤーで作りましたと、でこれをね一つにまとめるやり方は全部選択してコマンド E、 Windows の人はコントロール E を押してください。そうするとね一つにまとまります。ただこうしちゃうと加工編集修正が入った時とかもうちょっと色を変えたいとか線太くしたいっていう時に加工ができなくなってしまうので、これを合体させつつそれを一つのまた新規レイヤーにしたいと思います。まずショートカットキーを使わずにやるとここのままこれを複製します。そしてコマンド E、 そうすると新規レイヤーでこうできるんだけど、もっとね簡単な方法がコマンド E を押したよね、プラスオプションとシフトをしてください。 Windows の人はコントロールとシフトとオルトと E です。そうすると新規でレイヤーが立ち上がりつつ合体したものができました。で指定したものだけを合体させて新規レイヤーにしたい場合は合体させたいものだけをこうやって選びます。これ今コントロール押しながらやると1個ずつ選びます。で選んだらコマンドオプション E を押します。Windows の人はコントロールオルト E を押してください。そうすると選んだものだけがこういう風に合体します。これもねとても便利なショートカットキーかなと思います。はい、じゃあ最後にね Photoshop の隠しコマンドをご紹介したいと思います。前回の最後でこのバナナになってるけどバナナになりますよってね最後紹介したけど、他にも隠しコマンドは実はあります。Photoshop の環境設定からインターフェースを開いてください。ここです。これね隠しコマンドですじゃなくてこれ色変わるんだけど、ここにねオプションコマンドシフトを押してください。 Windows の人はコントロールあとオルトシフトだね押してください。押したままクリックしてくださいそうするとコーヒーアイコンになりますあとコマンドしながらねワンクリックするとパンになりますイエーイまあこれだけなんだけどね、まあ、これだけです。こういったね隠しコマンドも実はあります。ただねこれ残念なのがこれで OK を押してもう一回インターフェースやると元に戻っちゃうんだよね。これこのままにしてほしいんだけど、これが残念ですね。これ何のために用意したのか分かんないけどね、実はこういった隠しコマンドがあります。はい、今日は以上になります。いかがだったでしょうか。3回に分けてねPhotoshop の小技、まあ、ショートカットキーみたいなことをまとめてやりました。まあ、Photoshop に関してはこれこうやった方がいいとかねこうやるべきみたいなことは全くないので、まあ個人個人ね好きなようにやればいいかなと思います。まあこういうのもありますよっていうことでね、まあいくつか技としてね覚えておく、おいたらいいかなと思います。じゃあ最後にねこの綺麗な芝生を見て終わりにしたいところですが最後にねワンテクニックして終わりにしたいと思います。画像をクリックしてください。で下にねテキストを用意してます。ネタバレになるので編集上隠してますけどテキストを用意してます。画像をクリックしたらオプションまたはコマンドシフト G を押してください。まあどっちでもいいよ好きな方。これはオプションを押してみるね。オプションを押してクリックします。はい、お後がよろしいようで
最後にね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントいただくとね、またやろうかなっていう気もするので、こういうの見たい人は、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。じゃあまた見てください。バイバイ。闇